はい、えー、今回はですね、私が購入しようと思っているサイトをいくつか紹介していこうかと思います。まあ、A8 の M&A ってやつですよね。まあ、M&A といっても、大きな会社と私の会社を合併して何とかしようということではなくて、まあ、今ね、あのー、ホームページとかブログとか、こういったものっていうのは、まあ、一つのお店みたいなもんですよ。 アクセスっていうのが来店客数で、そして、まあ、売り上げが売り上げですよね、えー。そういった形で、なんかいいサイトはないかなと思いまして、こうやってよく見てるんですよね。一つ目なんですけども、有名ライフスタイルブランドを中心とした雑記ブログということでございます。まあ、フリースタイルで書かれてるんですよね、こういうのはね。で、価格が100万円で売りに出されています。売り上げが毎月3万円ということなんで、これ回収するのに33ヶ月ぐらいかかるわけですよね。 まあ、おおむね3年ぐらいしないと元が取れないってものですけども、PV は12,800あります。まあ、これをこのまま使うにしても、ここに自分なりのスパイスを加えるにしても、まあ、やり方はいろいろあると思うんですけども、私だったらこのブログのね、えー、エントリーって言って記事なんですけども、記事をすべて動画化していくかなっていうところで、えー、展開を図っていくんじゃないかなと思いますよね。もし購入したらですけどもね。 うん、で、えー、同じブランドを扱ったブログの中で情報量はトップクラスということでございます、うん。なかなか抜きに出てるサイトじゃないですかね。検索上位表示の記事も多数あるということなんで、たくさんの記事の中で検索が上位に現れて多くの方に見られる、うん、そういうふうな、ね、エントリーも多かったってことですよね。アクセス数も収益も右肩上がりの状態なんで、まあ売り上げがね、これからあこのまんまで更新しても4万とか5万とかっていうふうに伸びていくのかなってことですよね。まあこうクリックすると、 ブログの詳細が出てくるってことなのかなと思いますけどね。ちょっと押してみましょうか？あ、こういった形ですよね。えー、はい。は、ま、い、あ、これで直接交渉できるということでございます。 はい。次ですね。ベンチャーに特化した転職サイトでございます。転職サイトはこれからますますニーズを高めると思いますんで、30万だったらね、買っといても損がないかなと思ってます。もう売上はね、まだ7000円ぐらいですけども、私の、見識とスキルを組み合わせれば、売上は多分ね、5万とかにできると思うんですよ。そうなると半年で回収できるかなっていうふうに、私は感じています。アクセス4300でしょ 4,300あれば、私余裕でこれね、あの、数万円の売り上げ取っていけると思うんですよ。うん、で、そこに、この4,300の PV に、まあ、即価塾を販売してもいいかなと思いますしね。まあ、即価塾も言ってみれば、あの、ベンチャーに特化したサイトと言えなくもないですんでね。で、ベンチャー転職の実体験に基づいた記事で、えー、一般的な転職サイトと比べて異なったポジションを取っていると。えー、検索上位の実績もあるのかなってことですよね。うーん その下行くと、自動車保険を紹介するサイト、これいいじゃないですか。25万で売り上げ1万。うん。ってことは25ヶ月なんで2年ってことですよね。最初に紹介した100万円のサイトは3年っていう見込みでしたんで、これでしたらね2年ぐらいです。それから自動車保険を紹介するサイトですから、私もナイト2 0 0 0とかでアクセスを取って、そしてこの自動車保険を紹介するサイトに誘導するっていう方法もあります。いろいろ考えられますね。で、最後、もう一個だけ見てみましょうか。 えっと、脱毛系サイトですね。200万か。これは最初からちょっと論外ですね。さすがに売り上げは魅力的なんですけども、あ、でもアクセスが3000ぐらいで5万円売り上げるってすごいですね。やっぱり、脱毛系サイトっての単価が高いからですかね。うん、その他にもね、こういったものがあります。えー、価格が変更されましたよと、と。ピンクハウスなどの可愛い洋服の販売なんですけども、これ140万で販売されているサイトなんですけども、売り上げがね、 150万、あ、15万立ててくれてるんですよ。まあ、ですんで、10ヶ月運営で元が取れるってことですよ。これもなかなかいいでしょで、PV が2万なんで、この2万を従来のサイトだけに活かすんじゃなくて、他への誘導って考えてもいいですよね。うーん。すごいですね。21年もやってると。これはお買い得ですよ、すごく。うん。次。韓国,スコ,韓国コスメ、えー。韓国美容、韓国旅行。まあ、これはちょっと今ないですね。 うんこれは叩き売りになってる。あれ、叩き売りじゃないな。これね、3分の1ぐらいの価格じゃないと、今の時期はきついんじゃないですかねうん。ちょっとこれ高いですね。っていうふうな判断になります。まあ、今日はこのぐらいにしていきましょうか。まあ、こうやってね、サイトも結構ね、売られてるってことなんですけどもね。